はい、ジュンジーです。ではアイワナリベンジザジュンジー、続きをやっていきましょう。今回はいよいよこのエクストラステージに入っていきたいと思います。はい、ただですね、以前にあのただの人間さんと、こうお話ししたところによりますと、このエクストラステージね、今回入っていくぞっていう意気込んではいるんですが、どうやら、現バージョンですとこのステージ2のね、このミクちゃんを、これ体力ね5つあるんですけども、5個あるんですが、これをノーダメで倒すことによって、そのエクストラステージへの入り口の鍵がもらえるみたいなことをおっしゃってたので、今回やっていくといったものの、もしかしたらいきなりこうなんか通行止めじゃないですけども、進んでいけないってことになるかもしれないんですよね。でまたですね、このステージ2のボスを、ノーダメで倒すってこの条件なんですけども、ちょうどこのボスと戦っているピークの頃、もう何時間もかけて攻略をね、パターンを作って慣れてきたその頃の自分でも、あと一発食らったらやられるってところでギリギリ倒せたんですよ。なのでそれをノーダメで戦うっていうのは、戦うっていうか倒すっていうのは多分ねもう無理なので、私の実力だとちょっと厳しいので、これもね、あのただの人間さんにお願いしてちょっと条件を変えてもらいたいなと、思ってますので、このエクストラステージに入るためのね、まあそれはまた、お願いするとしまして、まあ、とりあえず行ってみましょうか。行けるか分かんないけど行きますよ。ほい。お、あ、一応ここはまだ来れるんだ。これ何ここ。わ、すごいね、なんかキラキラしてて、うん、そしてこの紫がさ、なんかあのカミリア3を彷彿とさせますね。うん、ただ私のトラウマになってるだけなのか分かりませんけども、じゃあ入っていきましょう。この月で、はい、止まるかな。行きます。ほい。お、え、ん、なんか今コンカンさんのコンカンって書いてありましたね。あ、まだいける、まだ進めることできますか。ちょっと読みましょう。ようこそ地獄へ。そしてすんごいねこれ。確かにね、あのただの人間さんが、私がこの隠しステージでもね結構難しいと思っていたんですが、そこには確かにこう、確かというか難易度言及されず、エクストラステージはとにかくもうとんでもなく難しく作ってありますのでとおっしゃってたので、多分クリアできない気持ちではいるんですけどもね。まあとは言いましても、行けるところまではちょっと行ってみましょうか。これよ、あ、そうか、体力性持ってんのか。なるほどね。ってことは行け、なんかこれで行っちゃうのもなんか良くないね。1区間ぐらいはちゃんと自力で行きましょうか。そうしましょう。あー、これもしかして、これコンカンさんのアイワナの強化版ってことか。そんな気がするね。あー、多分そうだな。これよ、うわー、ほ、うー、やばいぞこれよ。この1区間目、あ、来た。で、そこ、まあでもこの区間曲かっこいいね。あ、曲めっちゃかっこいい。さてよ、あー、そこか。頑張ってこうか。よし、来たよ。よしよし、タンタン、来てる。で、ワンジャンプね、ワンジャンプ切り返し、いくよ。よし、もうちょい、いくよ。ほ、くっそーか。よし、来た。オッケー。通った。よしよしよし、1区間突破。さあ、第2区間。ほとんどカットになると、うわ、とんでもねえなこれ。コンカンさんめっちゃいっぱいいるね。あ、めっちゃってか真ん中に大きくいるね。あ、くそ、そこか。こんな感じでもしかしたらいろんな方のアイワナが再現されているのかもしれませんね。すごい強化されて、可能性はねむっちゃあるよね。よし、じゃあちょっとカットしていこうかな、そろそろ。またあれ、あ、あー、なんでなんかさっきからさ、あの飛び越してるのに当たんのかなと思ったら、あれ、左と右ってあれか、あっちにこう力が働いてるってことか。
あ、だから押し出されて今針に当たってたのか。それむずくない？マジで？ってことは、右押してれば大丈夫かな。くっそ、ここむっちゃむずい。あー、くっそ、やっとそこまで行けたけど、ここくっそ、もここ難易度高すぎるぜ。超えらんない、そこの針。よし、オッケー、きた。激ムズなんだけど、ここ。ああ、もう。さて、この区間ちょっとですね、あ、ここもあんの、これ。この地面が右に、で次左でしょ。うわ、マジかよ。あ、でもこれ最初なんか針飛んできてますけど、なんかパターン作れそうだな、これは。あー、むついな、これ。あー、とりあえずあそこまで行きたい、真ん中までね。あ、くそ、行けた、くっ。でもその後だよね。くっそ、まあでもだいぶ慣れてきましたね。ワンテンポ置いてこういう感じ、こういう感じね。あれ、よし。あ、くっそ、もう。あー、でもだいぶ分かってきたな、序盤のこのタイミング。このね、右左のなんていうか、何、力がこれ働いてるんですけど、これね、ここがね結構難しいんだけど、慣れてきました。行くぞ、もう少し。あ、くっそ、マジかよ。うわ、もうここからはそんな難しくないのに、なぜなの。よっしゃ、オーケー、来た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 。あー、もうとんでもねえな、これ。ここは、あ、水中じゃないのか。あー、なるほどね。でもそんなにここ、これ針飛ぶ。あ、そういう感じなのね。なるほど、ここも根幹さんステージか。やば、うわ、やばいね。どうしようかな。ちょっとね、結構これ時間かかってるんですよ。なので、うわー、またこれ、これ普通に難しい。どうしたもんかね、これ。行けるところまでは行きたいが、うい、そうでもないかい。ここよしよし。で、ここは、ここはどう、普通に生かして、お、生かして動くか。まあでもそれぐらいだったら別にいいでしょうか。よしよしよし。ですね、結構これね、多分カットしててスッスッって来れてるように見えますけども、かなり厳しいんですよ、ここ。なので、そうですね、まあ、ここももう調整してもらうこと前提に行こうかなと。くっそもうどうなってんので、まだ半分に行ってないから、多分この後半、この何、次のセーブまでの後半も、まあ、いろんなね、針が動いたりして、まあ、難しい配置になってくんでしょうけど、結構ねこれ厳しいのでまあ本当そうね、厳しいですので、もうここでちょっと終了したいと思います。まあ、この辺りは、まあ、セーブをもう半分置いてちょっと針配置を緩和していただくなり、そうですね、遊びもうちょっとね、エクストラとは言いつつも、
遊びやすい難易度にしてほしいなと思いますので、またこの先にねボスがいると思うのでそのボスもしかりなんですけども、全体調整してもらいたいと思います。ということで戻りますね。ほいふう。ということで、これでエクストラまで一通りというか、見ましたので、これで一旦ね、リベジュンは次のバージョンアップまでは、休止させていただいて、で全体を再調整し、記念アイワナですからね、私があのエクストラでも遊びやすいように、それから一般公開された時にあんまりとんでもない難易度だと皆さんねクリアできる方が限られてしまうので、多くの方がね遊べるような、難易度に、またただの人間さんがね、今すごく忙しいようですから、またお手つきになられたら、調整していただいて、公開していただきたいかなと、公開じゃないわ、まずはね私にいただいて、完全クリアをしてから一般公開、という流れで、行きたいなと、思っております。そういえば冒頭でお話ししたんですが、ステージ2のボスを撃破することが、エクストラステージへのね、入るための鍵になると確かそう聞いた記憶あるんですけども、ただの人間さんからね、でも結構進めましたよね。もしかしたらね、道中鬼畜な道中進んでってエクストラボスと手前になったら、初めてこうなんていうのブロックで塞がれて、条件満たさないと戦えないみたいな状況なのかもしれませんけども、そのあたりも含めて、全体ね、調整してもらいたいなと、思います。ということで、繰り返しお話しますけども、今回のパートで、次回のその全体再調整、大型アップデートではないですけども、まではこのリベジュンは休止させていただきたいと思います。で調整後、何ヶ月か先になるかなとは思うんですけども、調整後のまたいただいてから、クリアできなかったボスを撃破していくのと、ちょっと気になった箇所をね、緩和されてるか見たりするのと、あとエクストラステージに挑んで今度こそね、完全クリアをしていきたいかなと、思います。でクリアをしましたら一般公開されますのでね、皆さんもぜひ、手に取ってやっていただきたいと、思っております。はい、ちなみにですね、エクストラステージに入った時に、取得できた、実績はこちらになります。エクストラスタート。さあここからが真の地獄だっていうねこの終盤に来て真の地獄が訪れるというね、とんでもない状況ですけども、はい、こんな感じになっております。ということで最後長々とお話しさせていただいて申し訳なかったんですけども、一旦これにて、終了させていただきたいと思います。次回またね、アップデートされましたら続きを公開しますので、それまで、お楽しみにということで、はい、一旦締めさせていただきます。ご視聴、ここまでご視聴ねありがとうございました。順次でした。ではまたしばらく先でお会いしましょう。もうグダグダですけども、はい、ではまたねー。